RB183T はロールスロイスがスペをもとに小型化した RB211 エンジンの低圧圧縮機を組み込んでできたターボファンエンジンでバイパス比は3.11またはそれ以上であるエンジンは1984年に8月に最初の運転を行った名称はウェランド開発時の古事に倣い定側に由来する低シリーズは ガルフストリーム4、フォッカー70やフォッカー100、さらに後期型のエンジンを換装した、ボーイング727から102等の旅客機や、大型のビジネスジェットに搭載された。もともとは610から8として設計されたが、現在では611から8が標準として販売されている。最新の形式は、高圧ノズルボックスが改良された百十一から 8C で、 中造の第一高圧タービンブレードと650から15からの大型のファンとバイパスダクトとファデックを装着する。すべての艇は22枚のチタン製のファンブレード、3段の中圧圧縮機、12段の高圧圧縮機、2段の高圧タービン、3段の低圧タービンを備える。620から15は本質的には611から8と同様で650から15。 外観が似ている。651から54は内部が本質的に650から15である。燃料流量を調整することで水力を増やしている。ありがとうございます。